今回はダイキンのエアコンについてお話しします。ダイキンエアコンの特徴を4つお話しします。1つ目は世界ナンバーワンです。ダイキンは世界で唯一冷媒から機器開発、製造、販売、アフターサービスまでを自社で行う総合空調メーカーです。1924年の創業から今年で100年、空調機器事業の売り上げは世界ナンバーワンです。今では生産拠点が世界110カ国以上に広がって、海外での売り上げが全体の 83% を占めています。店舗やオフィス、ビルや工場などの業務用のエアコンがメインではありますが、その知識と経験を家庭用エアコンにも活かしているということで安心感があります。国内メーカーの中でもアンケートなどでランキング1位になることが多いです。あと明確なデータがあるわけではありませんが、エアコン取り付け工事の業者さんの間でもダイキンエアコンは人気が高いです。理由は故障が少なくて壊れにくいからだそうです。ダイキンエアコンの特徴2つ目はラインナップです。空気で答えを出す会社ダイキンは、業務用だけではなく家庭用エアコンのラインナップも豊富です。他のメーカーでは4種類とか5種類とか7種類あっても、6畳用は5種類しかなかったりするところを、ダイキンエアコンは8種類すべてが6畳用からあります。他社にはない25色のカラーや10種類のシートから選べるモデルがあったり、寒冷地仕様のものを入れると全部で11種類ありますので、自分が欲しい機能を備えたモデルが選べます。ダイキンエアコンの特徴3つ目はサポートです。ほとんどのメーカーの電話サポートは日曜祝日が非対応だったり、9時から19時ぐらいまでのところが多いですが、ダイキンはお盆休みでも年末年始でも24時間365日電話対応します。平日は仕事でなかなかサポートに電話ができないという方も、夜中に急にエアコンの調子が悪くなってもオペレーターの方が対応してくれるのは安心ですね。電話が混んでいてつながりにくい時は AI チャットでサポートも充実しています。ダイキンエアコンの特徴4つ目は換気と加湿です。換気機能と加湿機能は他のメーカーでも搭載したモデルが発売されていますので、今は国内唯一の機能ではなくなりました。それでもウルサラ X とウルサラミニに搭載されている外の空気から水分を取り込む無給水加湿、ウルル加湿は人気があります。ただし加湿については外の空気自体が乾燥している場合は効果が弱くなりますので、加湿器を併用することをおすすめします。換気については吸気換気のみのモデルと排気換気も切り替えて使えるモデルがあります。ダイキンエアコンの良くないところについても2つお話しします。1つ目は値段が高めなことです。空気のスペシャリストとしてエントリーモデルから妥協のない機能を搭載していますので、同じ畳数用で比べると値段は他社より高いことが多いです。一番下位モデルの E シリーズでも結露水を利用して熱交換器の汚れを洗浄する水内部クリーン機能や、カビや浮遊しているウイルスを抑制するストリーマ空気清浄機能や、上下左右オートスイング機能が搭載されていますので、値段については仕方ないですね。ダイキンエアコンの良くないところ2つ目は大きさです。主に室外機ですが、他社に比べて大きくて重いことが多いです。
特に奥行きについては30センチ前後ありますので、存在感があってもちろん場所を取ります。ただ室外機が大きいということは、それだけ熱交換するための放熱スペースが広いということにもなります。では広さに合わせたおすすめモデルをお話しします。6畳用で十分なあまり広くない部屋、もしくは寝室などであまり長い時間エアコンを使わないような部屋におすすめなのは、スタンダードモデルの E シリーズです。E シリーズの6畳用は年間消費電力量が 717kWh で、電気代にすると年間 22,227 円です。最上位モデルのウルサラ X の2024年モデルは年間消費電力量が 594kWh で、電気代にすると年間 18,414 円になります。エアコンを使う時間の長さにもよりますが、6畳用では電気代として年間で4000円弱ほどしか差が出ませんので、10年や15年では本体代の差額を埋めることは難しいです。なので本体が安いのが一番なんですね。ちなみに E シリーズにはフィルター自動掃除機能がついていませんので、2週間に1回程度のフィルター掃除が必要です。掃除をしないとフィルターにホコリが溜まって吸い込みが悪くなって、エアコンの効きが悪くなったり、電気代がかかるようになってしまったりします。またホコリはカビの温床にもなってしまいますので、エアコンから嫌な匂いがしてきたり、アレルギー症状などの健康被害が出てしまうこともありますので、気をつけましょう。2週間に1回もフィルター掃除なんかできないという方は、フィルター自動掃除機能がついた C シリーズもしくは CX シリーズがおすすめです。6畳用の年間消費電力量は 717kWh で E シリーズと同じです。ただし自動お掃除機能がついていると、業者にエアコンクリーニングを依頼するときに8000円ぐらい料金が高くなります。それと自動お掃除機能があるとしても、年に1回はダストボックスに溜まったゴミを捨てる必要があります。夏前にはエアコンの試運転が推奨されていますので、その時に掃除するのがちょうどいいですね。14畳を使うような広い部屋、もしくはリビングなどで長い時間エアコンを使うような部屋におすすめなのは、省エネ性能が高い A シリーズもしくは AX シリーズです。14畳用の年間消費電力量は 1066kWh で、最上位モデルのウルサラ X と同じです。6畳用では電気代の差額が年間4000円弱ほどしかありませんでしたが、14畳になるとかなり違ってきます。14畳用の E シリーズの年間消費電力量は 1544kWh で、 A シリーズとの電気代の差額は年間 15,000円前後になります。これだけ差額があれば10年で十分本体代の元が取れますね。2024年モデルは新機能として節電自動運転が追加されました。状況に応じて AI 快適自動運転と切り替えて2つの自動運転が使えます。もちろん無給水加湿と換気ができるウルサラ X もおすすめです。家電はよく売れているモデルの方が値段が下がりやすい傾向があります。買うタイミングによっては AX シリーズとウルサラ X の値段がそこまで変わらなかったり、場合によってはウルサラ X の方が安く買えてしまうこともあります。買うときにはよく確認するようにしましょう。
ちなみにウルサラ X の14畳用には電源が 100V のモデルと 200V のモデルがありますが、 100V のモデルは省エネ性能が低くなりますので 200V の方がおすすめです。分電盤が対応しているならエアコン取り付け工事の時に 100V から 200V へのブレーカー交換も数千円でできます。おすすめのモデルは概要欄にリンクがありますので、よかったら見に行ってもらって参考にしてください。それとおすすめが6畳用と14畳用だった理由はこちらの動画で確認してくださいね。今回はやっぱりナンバーワン、ダイキンエアコン特徴とおすすめでした。これからも知らないことで損をしないための守りの知識を紹介していきますので、まだの方はチャンネル登録をお願いします。コメントと高評価もお待ちしています。ではまた別の動画で。